カレーパンがものすごい美味しいです。塩バターパンとかが好きで塩バターベーコン焼きました。いかがですか？おいしいたあんパン焼けました。久保田ベーコン焼けました。久保田パン焼けました。久保田あんパン焼きました。いかがですか。久保田ベーコン焼きました。いかがですか。久保田パン焼きました。いかがですか。どうぞ。土日限定ゴロネーゼスモーティーチーズ焼けました。いかがですか。明太子の方だけ確認させていただきますね。少々お待ちくださいませ。で、明日朝の7時に蒲焼き明太子5本で入ります。4929円のお買いでございます。ご来場かどうぞ。ありがとうございます。気をつけてお待ちくださいませ。ありがとうございます。どうぞお待ちくださいませ。ベーコンポテト焼けました。ベーコンポテトロングソーセージ焼けました。ロングソーセージ焼けました。またロングソーセージ焼けました。いかがですか。枝豆塩昆布焼けました。加熱付き枝豆塩昆布焼けました。いかがですか？加熱付き枝豆塩昆布です。いかがですか？ここで1026円のお買いでございます。揚げたてです。いかがでしょうか？ここで934円の回でございます。お茶の方で、はい、ありがとうございます。柔らかいので。朝ごはん食べたいパンを近いので家から。そうなんですね。なんかお気に入りの商品とかってあるんですか？クリームパンは美味しいんで。クリームパンが美味しいんですね。中に卵が入ってるやつ。季節によっていろいろ。あ、変わるんですか商品が？で、その時の気分で。気分で買ってます。ありがとうございます。手提げ袋お持ちですか？ないですよね。キャラクターパンがいいで、生肉に11.814円のお買いでございます。こちらのお店はよく来られるんですか？はい、よく来ます。いつもこれ買うとかっていう商品だったりありますか？カレーパンがものすごい美味しいです。朝食でいつもこう来るんですか？あ、そうです。日曜日の朝にたまに来たりします。バイバイ。ジューシーウインナー焼けました。ジューシーウインナーのビーフチーズ焼きたてです。いかがですか？初めて焼きました。今週のとろり、はちみつチーズ焼きたてです。いかがですか？2回目です。でも美味しかったんでリピーターです。おばあちゃんが豆のパンとか多分食べると思うんで、あんフライ、はい、これも僕は大好きなんで、定番のドーナツとか。これも朝ごはんですか？そうです。ここはね空気がいいし、本来なら外で食べれたらいいんですけどね。美味しかったんで。美味しかったですか？また来ます。ジューシーウインナーです。いかがですか？明太子焼けました。明太子フランス焼きたてです。いかがですか？ポテト明太子フランス焼きたてです。いかがですか？こちらのお店はよく来られるんですか？そうですね。週末バイク朝乗るのが好きで、ちょっと、はい、走ってきた後に大体帰り道で寄ってます。家族もパンが大好きなんですけど。ここのパン屋さんの塩バターパンとかが好きで、塩バターパンとか塩バターあんパンとか中心に買っています、はい、まあお土産じゃないですけど、そんな感じでパン買って朝家族で食べます。大体定番メニューは多分塩バターパンと塩バターあんパンで、あとメロンパンが娘が好きなんで必ず大体買います。これは自分が好きで朝食べるのにカツサンド、今日これは初めて買ってみたんですけど、美味しそうだったんで、白身魚のフライが入ってるサンド、週末の朝にぴったりですいかがでしょうか。くるみロール焼けました。熱い商品 1.5 ございますので、作業開けましょうか。ありがとうございます。こちらのお店よく来られるんですか？うん。いつもどんなパン食べるの？塩バターパン。はい、あ、そうなんですね。いつも食べてる美味しいパンは。ハムのパン。今日は何買われたんですか？塩バターロールパンと明太子トランス。カレーパン、メロンパンとか買いました。いっぱい買った。いつも自分で取ってるのパンは？うん。パン焼くの楽しい？うん。ただいまミックスサンドを用意できました。いかがでしょうか。食べ物サンド、サクサンド用意できました。いかがでしょうか。いつもご家族で週末はこちらに来て、今日は何を買われたんですか？今日は、このミニクロワッサンとドーナツですかね。これが子供たちが好き。美味しいドーナツ。美味しい。ピクニックみたいです。そうです。日当たりが良くして今ぐらいかな。バイバイ。バイバイ。ハルヤパン焼き上がりました。いかがでしょうか。はい。玉ねぎ明太焼けました。玉ねぎ明太子焼けました。いかがですか？さての玉ねぎ明太子いかがですか？ボネーゼスモーキーチーズ焼けました。マルゲリータピザ焼けました。マルゲリータピザで焼けました。いかがですか？いかがですか？焼けました。ウィナロール焼けました。ありがとうございます。ウィナロール焼きたてです。いかがですか？ただいまクリームパン焼きたてです。いかがですか？明太子焼けました。フランスパンプチ焼けました。バケティーニ焼き終わりました。いかがでしょうか？ホタル焼けました。パンバターで焼けました。どうですか？バターで焼き上がりました。いかがでしょうか？大地のハーフもらっていいですか？お願いします。ホットコーヒーを一つテラスで。はい、かしこまりました。いただきます。